はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルピヌシのピヨタです。さあ今回もフラレ回避やっていきたいと思います。今回はシークレットステージ結婚やっていきたいと思います。いやー前回はね、なんかもう今まで見た人たち勢ぞろいしたね。本当になんかもう今まで見てない人ってどれぐらいいるんだろうってぐらい全員が出演しましたね。まあまずは彼女と俺くん、これはまあ初期でいるじゃないですか。で、秀樹ね、毎度毎度秀樹エンドの元になる秀樹、そしてまあカノトモ、そして、彼女2、はい、よくよく考えたら彼女2って名前何ちゃんと名前で呼んでんのかな。実際はなんかみゆきとかさ、みさきとかさ、みくとかさ、そう呼んでる。なんでみから全部始まったんだ。まあいいや、とりあえずね、そんな感じで実際は名前呼んでんだろうね。あとはね、カノ父、あと主人公の彼女、父親、母親、妹出てきましたね勢ぞろいでした。ということで今回もやっていきましょう。結婚できる未来目指してね。今回のこちらの動画は2023年度 A1 企画の動画となります。企画説明に関しました説明動画をご視聴よろしくお願いいたします。それではスタート。さあまたアフレコしていきますよ。いやーカノトモがねすげえしたたかであることがよくわかりますね。ここ見ると前のところでブレーカー落としていた場面とかもあってかなり頭の回転が速いのはわかるんですが、気に入った人を狙い続ける、結構あれですね、ドロドロとした感情が渦巻いてる感じします。観覧中恐れ入りますが、これより新郎新婦のご友人からご祝辞をいただきます。さあ来たよ。すげえ爽やかな顔をして目の奥で笑っていない女。彼女、俺くん、結婚おめでとう。彼女とは大学の同期で、その時に俺くんのことも知りました。なんで表情筋死んでんだろうな俺のやつ。二人はとってもお似合いです。でもその隣に座っていたのは私だったかもね。いやでもさ、あの実際問題、あのレストランのところで彼女と振った後にカノトモルートに行くルートあるんですよ。実は一個あったんですよ。でもカノトモルートでやった時カノトモね浮気したんだよこれ。そう、あの別の男をやって、その俺くんが彼女を振ったのと同じ振り方したんだよね。俺のこと大事じゃなかったのかみたいな感じのこと言ったやつで、うんって答えて、その回答がねまるっきりあの俺くんが彼女振った時と一緒の開始したんだよね。だからこいつはやべえよ。こいつもやべえが正しいかこいつらの顔だけどさ、あの彼女の方のさ、あのなんて言えばいいの、そのやばそうな、びっくりしたを通り越して殺意を芽生えて、殺意を通り越してさらに無に行きそうな、その顔やばいよねさあということでやっていきましょう。ファイト。隣に座っていたのはカノトモってどういうこと。バカ違うよ。俺の隣にとは言ってないだろ。親友であるお前の隣に座りたいくらい。カノトモはお前が大好きなんだよ。リーは優勝。そっか、なんか照れるね。俺くん好きです。そうだよね。あのタイミング最悪、あのこのやつで友情だって俺くんがごまかした時にやってるから内心すげえブチギレてんだよねこれ。多分否定されたくないんだろうね。付き合ってることをさ、あの否定されて内心ブチギレてるから、もうぶち壊しにかかってるよね。結婚式という場でそれ言ってんだぜ。あのよくあるあの結婚式のところで、ちょっと待ったーって教会のドアバーンって開き放ってさ、何々お前のことが好きなんだ、どうか俺と一緒に来てくれみたいなね、そんなことをやっている、そんなノリだよね。女性バージョン、それの女性バージョンって感じ。俺くんが好きって言ってるけど、さあスタッフの人スピーチをやめさせてください。スタッフの人スピーチをやめさせてください。そういった瞬間、一陣のスタッフかっこ彼女2が通りかかる。彼女2 彼女2ってなんだいっていうね。今名前で呼んだよね、その女は誰。さあスタッフさん、そろそろケーキ入刀の時間では。この状況でできるわけないでしょ。俺たちの式を邪魔されたくないんだ。もうすでに平穏に過ごせる段階を超えたぞ。え、だってさ、カノトモが告ったんだぜ。
まあでも一応あれか、話してる間だとカノトモが俺くんを好きっていう話だけ伝わってて、昔なんか付き合ってたとか、昔付き合ってたとか、なんか今も付き合ってるみたいな情報は一切出てないから、好きっていうところで今のところは止まってるのか、そこだけちょっと良心的なのかな。それはそうだけど、さあケーキ入刀の時間だ。なんでこんなすげえアクションもののさ、あのオープニングみたいな曲になるの。テレレ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 ンって、もうポケモンのバトル始まるぜ。これ試合始まったよね。テテ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 、さあ選手入場だわ。ドアと、出口とシャンパンとケーキがありますね。さあじゃあまずは、ドア、イグジットって書いてあるから出口だね。どう考えても逃げる一択。マジでこの状況で、ちょっとどこ行くつもり。おっと、全員が全員読めている。いやてかさ、なんで彼女2はさここでスタッフやってんの。めちゃくちゃ疑問なんだけど。まあてか唯一彼女2だけつながりが分かってねえのか。彼女はまあつながりっていうか、まあ元から彼女であるとして、でカノトモに関しては彼女は大学かな、でカノトモもその彼女の友達かな。で彼女2だけが分かんないんだよね。完全に終わった。さっそうと現れた。さっそうと現れたな。いやマジかよ、ここで来るかお前。えっちょっと秀樹どこに。これこの場面。これあの10話のところで彼女と俺くんが、あの彼女をごまかすときに、これからもよろしくみたいなことで言った海岸。曲まで一緒なんだけど。逃がしてくれてサンキュー。じゃあ俺はこれで、俺からは逃げられないけどな。お幸せに。 BL End。ちなみに BL というのはボーイズラブと言います。はい。いやーお幸せにね。あの彼女たち3人はね、はい、もう僕が幸せにいたしますので。さあということで、あそこの選択肢まで本来はリトライじゃなくて一つ戻るを押そうとしてたんだけど、もうさ笑いすぎてリトライ押しちゃった。一つ前に戻るを押さなきゃいけないのに。さあということで、さあスタッフの人、スピーチをやめさせてください。そこに一陣の彼女2が通りかかる。か彼女2、名前で呼んだよね。その女誰。スタッフさん、そろそろケーキ入刀の時間では。できるわけないでしょ、俺たちの式を邪魔されたくないんだ。まあそうだよね、今のところだとあのカノトモが引っかき回してるだけで、その前に付き合ってたとかそういうやつじゃなくて、よくあるお前のことが好きだったんだ、俺の手を取って一緒にここから逃げようみたいな、その状況で、まあ、手を取るか取らないかっていう状況になってるので、まあ今のところ俺くんに過失はほぼない。まあね、彼女2って呼んだ時点で過失は発生したけど、いろいろ。まあということでケーキ入刀の時間だ。さあケーキの入刀だ。さあここでシャンパン開けてみましょう。これを浴びて一旦着替えに行こう。バシャー。これあれじゃん、ダンスのさ部分に、手の部分に持たせたのか。え、どうしたの。え、どういうこと、どういうこと。あ、結婚式。え、今なんて。いや、だから俺とお前の結婚式はどうなった。やだ嘘、俺くん結婚式する。あーすごい、これなんか雑誌がさウェディングに変わってる。幸せな結婚式になったの。
3ヶ月後。待ってね、ちょっと、幸せな雰囲気をぶち壊すのもなんだけど、あえて言わせてもらおう。正夢だったという説はないか、これ。見たことあるなあ、でもこれ、クリアなんだ。正夢クリア。正夢クリア。正夢じゃダメじゃねえかよ。いや、これさ、どこまで正夢でいくかな。カノトモが、カノトモが俺くん好きっていうとこまで正夢だったら地獄だぞ、これ。さあ、ということで、一応クリアという判定にはなりましたかね。じゃあ、時間もまあいい感じなので、一旦ここで終わりましょう。クリアしましたが、エンドはまだまだ残っておりますね。ていうか、ケーキ入刀のところ行かないでクリアするとは思わなかったですね。まさか、シャンパン浴びて終わるとはね。まあ、クリアのルートは全部で何個あるんだったかな。確か、複数個あったはずなんですよね。あれが正規なエンドだったらちょっと嫌だよね。あ、マジ？これしかエンドない？コンプリート率99だから、あとエンド2つしかないんだけど。嘘だろ？これ正規エンド？やばー。ちょっと残り2つバッテンドの可能性も十分ありますね。逆に言うと、酒浴びて逃げる以外エンド全部やられんの、やばすぎない？さあ、ということで今回はここまでといたしましょう。もう終わりが近くなってきましたね。次回で終わりか、次回エンドを全て回収し、さらにその次に、次の回で正式に付き合った最後のね、ステージ10だったかな。ここの浮気2って書いてありますが、こちらの浮気2をやって改めて付き合ってくるっていう、まあある意味今まで流れを踏襲しているやつから結婚までの流れをやっていきたいと思います。いやー、振り返りもねやりたいよね。意外と長いこと撮ってパートも30近いと思いますので、まあ振り返りもやっていきたいと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。